山崎匠です。健康年齢を伸ばす。どうしたらいいんでしょうかサプリメントを取りましょう。病院に通いましょう。スポーツをしましょう。いろいろあると思いますが、今日おすすめしたいのが半日断食。16時間。 ご飯を食べてから、最後のご飯から次のご飯まで16時間空けましょう。これはある意味ダイエットというよりもデトックスと呼べるんじゃないでしょうか。お腹が空いているその状態を僕たちは嫌う。もうやっぱり太っちゃう人って前倒しで食べちゃうよね。あの今食べとかないと後で大変よ。あなたも食べなさいって巻き込み事項。 太ってる人はある意味空腹の瞬間を一日に感じることなく前倒し前倒しで食べていく癖があるかもしれません。もしドキッとしたらそこを改善してみてください。半日断食簡単に説明しますと、最後で食べたところから16時間空けていく。例えば夜の8時にご飯を食べると、キューッ、お昼の12時。 いやー仕事からそうもいかなくってやっぱアフターとかあのお付き合いしてると12時になっちゃうんですよねそっからキューッと16時間経つと夕方の16時これ案外いけますよ全然苦しくないとにかく美肌になってくるしむくみが取れるし体脂肪率が下がったとかいろんな声を聞いておりますがとにもかくにもぐーっとお腹が鳴るのが最高 ギャーッと押し出してデトックス。オートファージ。この言葉重要です。オートファージ。ぜひメモってください。オートファージ。調べていただくと、ええー、そうなわけっていうことになります。簡単に言うなれば、古い細胞の大掃除。中からムカ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 と、新しい細胞が現れてくる。なので頭がスッキリするのはその理由 古い細胞で考えてた俺が、新しい細胞で考えてるから頭がすっきり。いろんなところが噛み合って、オートファージが起きる。エビデンス案のありますよ。ノーベル賞。こういうことでございまして、えー、皆さんが自分自身の食事に対してこだわりを持ち始めると、こだわった人生が具現できるようになるんです。えー、できるかな もう恐怖感が湧いてませんかとにもかくにも素晴らしいのはね、ナッツオッケーナッツ食べていいわけ。ナッツ食べても、あの、ノーカウント。その16時間でお腹空いたらナッツ。えー、だってこれナッツにはいろんな問題があるよね。大丈夫です。そのナッツを食べるのも案外、慣れてくる。なくてもやっていけるな。いつも初めのうちはカバンの中にナッツ入れてましたよ。いつかお腹が空いたらやばいから。だけど、 最近はナッツを必要にしなくなってる自分がいるっていうことなんですね。ぜひともですね、皆さん。 え、16時間空けていく半日断食を始めてほしい。えー、週に2回でもいいですね。続けれる人はずっとやってったり、僕たちは仲間が組んでですね、えー、半日断食グループとか言って、LINE グループを作りながら、あと1時間で昼飯だとか、あの、お腹空いてきたとか、ああ16時間経ったんでとうとう食べました、今日はこれ食べました、みたいな形でやっている、えー、励まし合いの集いを作っております。こうやって仲間うちで、 始めていいいいいくのもいいんじゃないですすか、えー、サプリメントを買い物するそれ十分ですけど、えー、なんと半日断食は食べないのでお金が浮いてくるそのお金で例えばサプリメントを買うこともできたりするのでまず試していただくのどうかなとにかく、えー、食事取る時には昔はほら三角食べって言われてこれ食べてあれ食べてこれ食べてこれ食べて,れ食べてあれ食べてこれ食べて,食べてって給食で習いました今は解石食べ。 復食を先に食べて、そして最後にご飯とお味噌汁みたいな形で会食はなってますよね。炭水化物は後半後半ってこういうようになっているので、食事の一番初めには繊維質をしっかりとる習慣も重要かもしれませんよね。えー、今日は半日断食ということで皆さんにお伝えさせていただきました。この情報はあなただけのものではございません。ぜひとも この情報を自分の中で大切にするならば、大切な人へお伝えいただければと思っております。今日からスタート山崎匠でした。